信じられないな。脱獄してお前といる。しかもイタリアに。ああ、マジでな。もっとのんびりできるんならいいんだけどな。まあな。ここの景色はなかなかのもんだぜ。ああ、前にも来たことがあるのか。ああ、まあね。ああ、3回。ちょっとした仕事でさ。サリバンとか。ああ、そうだ。そうか。こっからじゃ橋に上がれないな。お、下に梁が見えるな。ロープ届くか。こんなの楽勝だったの。見てろ。ほら、どうした。あれ、ミスった。もっと手首をうまく使えよ。ほら、貸せ。ほら、ね。2回目ならまあまあだな。今の見た。ああ、まるでプロだね。お次どうぞ。よし、次はどこだ。よし、行くぞ。一発だ。はいはい、自慢すんなって。いいぞ、小井根さん。そこから下に降りればこっちへ来られそうだぞ。今行くよ。オーケー。Per modo di dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene gli sta. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Yoshi, iso. Oi, oi, ima no mita ga? Shitappa no kuse ni sugoi sobi datta zo.こっちは丸腰。計画通りにやれば銃なんかいらないって。だといいけどな。無所の中じゃな。当たり前のことが恋しくなる。例えば新鮮なシトラスの香りとか。バイクに乗るとか。くだらないけど恋しくなる。あの窓だ。いけそうだ。いいぞ、降りてこい。着地ってこんなに痛かったっけ。ええ、年ってやつだ。それでお前の冒険の話。ああ、まだあるだろ。写真ぐらいないのか。ないんだよ。エレナが撮影したけどカメラが壊れて。もったいない。でも絵なら描いた。家に帰ったら見せるよ。お前が絵だって。冷蔵庫にでも貼ってんのか。おい、結構出来いいんだぞ。ええ、楽しみ。
りゃ安全そうだ。どう見ても不安定って感じだ。くそ。大丈夫か。ああ、なんとかね。最後にミスったらカッコ悪いな。ああ、そうだな。俺はミスらない。何？あ、そっか。オッケー。大丈夫？うん。どうだ？着飾った悪党みたい。行こう。よし、先に行け。サリー。ガロツキどものパーティーってのはたまんないね。なんで？どこだってハマキを据えちゃうんだぞ。久しぶり。元気にしてたか。覚えてる？生き返った兄貴。サリは、これはたまげたね。15年か。ああ。無事でよかった。それじゃあ十字架をいただいてサムを救おうぜ。それがちょっとな。何？どうしたんだ？来い、見りゃ分かる。あれだ。あの十字架が何で？ついさっき保管庫からじゃじゃーんとお出まし。順番を変えやがった。誰かが大金でも積んだんだろう。入札まであとどれくらいある？10分か15分ってとこだ。なんとか盗み出さないと。こんだけ人がいるとこでやったらすぐに落ちる。まあな。けど気をそらしゃいいんだろ。え？例えばパッと浮かばないけど。なんとかなるさ。十字架に近づくの見られてもしてみろ。見られなかったら？なあ、無所にいた時のことを思い出せ。悪さをするときは決まって暗くなる。消灯時間。時間。そっか。でも電源室なんてどこにあるんだ。通気口に電気。ここだな。それじゃあこれで電気を消して。堂々と盗む。非常用電源はどうすんだ。ってことはほんの数秒間しかないってことか。十字架のすぐそばで待ってなきゃ無理だろうな。怪しすぎてすぐ捕まっちゃうんじゃないの。スクザーティ、スニョーレ。アンティパスティ。いや、いいよ。いや、元気？チャオ。おい、サム。ウェイターならいける。そりゃいいね。うん。それだ。よし、俺が電源室で電気を消す。俺はウェイター？盗みはプロだろ。サリーはホールで十字架を見張ってて、何かあったら頼むぜな。よし、来た。いいか、絶対にうまくいく。行くぞ。ああ、ほんじゃお前ら張り切っていくぞ。サリーは全然変わってないな。どうも。俺は禁酒のおかげだな。すみません。なわけあるか、ギャグだよ。何してる？ちょっと逃走経路のおさらいだ。やばくなりそうだし。まあ落ち着けよ。俺たちなら楽勝だろ。ああ、分かってるって。捕まった時のことを考えたくないだけだ。
サム、マジでヤバかったら捕まる前に死んでるって。気が楽になったよ。だろ。俺はフランス語のことは分かってるつもりだし、発音だって悪くないと思う。でも数ヶ月前、恋人とコンピューセンターに行った時、例の品を売ったんだ。ほら、去年買ったあの吊り下げるボールみたいな。抽象芸術は理解不能だ。とにかく、あの巨大アイスバッグの横を通ったんだ。あれが一体何なのか、よく知らないが。それで外に出たら、クレープ屋があった。そこで俺はワインセラーのドア行こう。失礼。来たぞ。よし、やるか。クソ、閉まってる。おい、さっきも開いてたぞ。なんとか開けられないか。ダメ、電子ロックだ。そんじゃ他の方法。過ぎるだろ。ささっと抜き取るだけだろ。はいはい。おう、さすが。まだ何もしてないって。ああ、知ってる。仕事に感動しちゃったよ。オーケー。ほんじゃ本番行くぞ。これつけてけよ。最高。頑張れよ、サリーもな。手を挙げて。はい、ビクター。ナディーンちゃん、会いたかったぜ。今回は私の勝ちだね。本物だったら今頃天国ってか。道が一番って気づかなかったよ。そう、わかるでしょ。おめかしも仕事の一部なの。たまにはね。決まってるじゃないか。君には負ける。こういうとこ苦手。英語が分かる人と会えて少しホッとした。アメリカ人でもね。アメリカなまりは好みじゃないの。バーに行くけど何か飲む？スコッチよ、スコッチ。相変わらずね。ネイト、聞いてたか？聞いてたよ。お姉ちゃんとイチャついてんのをね。しかもあのナディーン・ロスと来たもんだ。ナディーン・ロス、あの傭兵会社のリーダーか。なんだっけ。ショアラインだ。それだ、サリー。揉めてたよな。それ以上だな。でも根荷物タイプじゃなくて助かったぜ。準備いいぞ。よし、そろそろ行くよ。サリーも気をつけてな。ありがとう。いいか。ああ、行こう。
ずはウェイターがいそうな場所を探さないと。厨房から一人おびき出すのは。んじゃ厨房に行ってみるか。すげえな、これ一体何人分の食料だよ。結婚式もやるのか。銃を持った奴らばっかだ。こりゃどういうこった。見取り図には乗ってなかった。開かない、ダメだな。他の手を考えよう。通気口があるな。姉さん、ちょっとこれ見ろ。おい。それじゃ、電気つけるぞ。ったく、ここは電気が。懐中電灯。それもあり。タバコ吸うやつがいると何かと便利だな。体力ないけど。匂いだけでちょっといい気分になってきたぜ。運転はサリーだな。いや、樽の裏から入れるとか。ヴィンテージワインだらけだな。これならアルカサルも満足してくれっかも。なあおい、サリバンはナディンと話してて大丈夫なのか。ほら、あいつの豚がヤバいって話だぞ。サリーなら心配ない。口だけは達者だからな。こっちだ。全然平気、手伝わなくてもいいぞ。俺はライター役だ。ライターね。オッケー、登るぞ。やったね。思ってたより狭いな。ほこりっぽい。しかも俺にぴったりのサイズなのに。まあ、ウェイターなら山ほどいるだろう。Pezzi rubati ai ricettatori. Sì. Shinsenna kuki o suer ze. あれを見ろ。あの電波塔がある建物。あれは基地局だ。何？まあ。あれが電源室だみたいだな。まずはこの門を越えないと。サム、こっちだ。押してやる。ああ、うん、よし。重くなくてよかった。
ほらよ。サリ、ワインセラーから出たぞ。電源室に向かう。そっちは。おい、サリ。きっと電波が悪いんだろう。無事だといいけど。ビンゴ、キッチンだ。やっぱ閉まって。サム、見ろ。ここを登れば厨房に入れるかも。よし、やってみよう。持ち上げるからはしごを下ろすんだ。よし。どうだ。誰か来る。ボナセラ。ま、che sta facendo? 手加減してやれって。なんだよ、パンツ一丁で起きるだけだ。経験あんだろ。だな。俺はこれを着る。お前も探せ。よし。OK、電源室に行くぞ。サム、どうだ。ああ、このズボンちょっと細すぎないか。それが最近の流行りなんだよ。マジ？似合うわけだ。鏡見て言ってんのか？ったく。じゃあ俺はこれからホールに戻るで。サム、どうした？サム？サリー？最高。それでよく無事だったね。無事なもんか。いや、1ヶ月は身動き取れなくてよ。あの馬は平気だった？人参積んでてラッキーだったぜ。知り合いでもいた？いや、気のせい気のせい。あんたのパートナーにはいつ会えるんだい？ドレイク？そりゃ元パートナーだな、うん、近頃はずっとお一人様だよ。奴はいない。うん、それは死んだってこと？いや、引退したよ、うん、足を洗って結婚したってさ、うん、そりゃ死んだも同然だな。ビクター・サリバン、久しぶり。エイフ、いつ以来だっけ？10年ぶり？12年？15年。すごいな、愛も変わらず。俺たちは死人のガラクタを奪い合っている。そうか。親の仕事を手伝ってるんじゃないのか？親から継いで。今はそっちが本業だ。随分出世したもんだね。出品されてるもの全部買い占められるんじゃないか？ああ、まあな。でもそんなのつまらない。俺が興味があるのはいいものだけど、うん、でかい山さ。今夜は何を狙ってる？うん、お前と競り合いはごめんだな。でもここだけの話、品物の順番が変わってる、うん、これは誰かが裏で手引いてるんじゃないか？ここにいる連中はみんなズルして金持ちになった。だからこういう場所では助け合える仲間が必要なの。なあ、こんなこと言いたくないが、アメリカ人の手下になったのか？違う、手を組んだんだよ。なるほど、うん、最強カップルだな。まもなく次のオークションを開始いたします。次のアイテムはトロット邸の木製の十字架です。そんじゃ、お邪魔虫は消えるぜ。あとは二人でごゆっくり。ちょっと待て、サリバ。なんで知っている？知ってる？それ何の話だレイフ。ナディーン、お前さんのパートナー酔っ払ってるんじゃないか？ごまかすな。ジジ、どうやって潜り込んだか知らないが、もしあんたが十字架を狙ってるなら生きて帰れると思うなよ。あんたを死体の中に入れて。
そういうことだ。そんじゃ失礼するよ、ネイト。ネイト、どこを突き歩いてんだ。よし、電源室やるか。なんで電源室を選んだんだか。Stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Io ci so. De breaker. Ah, cazzo. Sam, Sari, 聞こえる? どこを突き歩いてたんだ?着いたぞ。かなりヤバかったけどな。とにかく電気消すなら大チャンス到来だ。パネルに近づくにはもうちょい時間が欲しい。そんなことしてる間にレイフが十字架背で落としちまうぞ。え、何、レイフ、レイフがここに。あのレイフだ。しかも今んとこ最高値をつけてやがる。なら整理かて。無茶言うな。どこにそんな金あんだ。どうせ最後は盗むだろ。レイフに見抜かれたな。大丈夫。9万ユーロ、他にお声はありませんか。十字架が手に入らなかったら俺は死んだも当然だ。でも落札したら違う意味でおしまいだ。少し時間稼ぎしてほしいだけだ。もう一度確認いたします。信じて。いらっしゃいますか。よろしいですね。たく、札が上がりました。現在10万ユーロです。ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。札が上がりました。現在11万ユーロです。こうなれとことん付き合うよ。札が上がります。大丈夫、なんとかするって。頼むぜ。オッケー、鍵を壊さねと。札が上がりまして13万ユーロです。ただいま14万ユーロです。だそちらの男性、ありがとうございます。頼むよ。15万ユーロとなりました。何を言ってんだ。あ、待てって。現在16万ユーロです。他にお声はありませんか。そちらの男性、17万ユーロですね。ただいまの金額は18万ユーロとなりました。札が上がりまして19万ユーロとなりました。スイッチの前に来たぞ。いいか、いつでもいいぞ。サリバンはちょい待ち。そちらの男性、提示額は20万ユーロです。50万ユーロだ。さっさと決めるぞ。ありがとうございます。50万ユーロという提示額が出ました。入札を続けますか。ヒヤヒヤしたじゃないか、サリバン。あんたを殺すとこだ。そんじゃあのバカの投げっ面拝見といくか。いらっしゃいませんか。いらっしゃいませんね。それでは決まりました。50万ユーロです。皆様どうかご安心ください。
非常電源がすぐに入ります。ないぞ。どけ、道を開けろ。出すな。おい、そいつを止めろ。フェルモ、何やってんだ。逃がしやがって。言葉分かってんのか。スパリッシュ。サム、十字架取ったか。聖ディスマスならここにある。拝むか。いい感じで大騒ぎになっちゃってるぜ。ホールは封鎖、警備もバッタバタ。おい、サリバン、車はどこだ。正面の道まで来い。一番明るい場所だ。そこで待ってるよ。